なんなんこれ。こんな飛び跳ねてるの初めて見た。マットレスやから痛くない。正解がわからない。お前なんやねん。もうこれ限界やぞ。なんかね、今ね、ピンポンが鳴ったんだけどね、すげえ見に来たくねえんだよ。タイミング早いよね、しかも。はい、こんにちは。こんにちは。お元気ですか？元気ですよ。さて、始めました、ヌート TV。何やね、今日は。お前は知ってんやろ？俺は知ってるぜ。何でも知ってるぜ、はい。今日は2人が質の良い睡眠を取れてないことが前回の収録で分かったので、今回は2人の睡眠の質向上のために、コアラマットルレスさんにご協力いただきます。はい。ということで、なんかすごい話題なマットレスが、寝やすいというマットレスがあるらしいんだけど。僕知らなかった。ない。知らなかった。うん、俺実際に使ったことはないんだけど、なんかすごくいいらしいのね。うん、まあ俺らが睡眠取れてないってことを、まあネタがないノグッド TV はそれを使って今回のエピソードを作ろうというコントになります。ということで、今日はスタッフからりょうちゃんにコアラマットレスを送っております。届いてますでしょうか？届いてる。っていうかもうむしろ運ぶの手伝わされた。どんだけうちのチームちっちゃいんだよ。一生懸命運んでるから、いやいいよいいよっつって運んで、もうそこにドーンって置いてあるわ。コアラマットレスはゼロディスターバンス技術、衝撃吸収性により寝返りや立ち上がりの振動が隣の人に伝わりにくく、睡眠を阻害しません。ワイングラスを置いて衝撃を与えても振動を最小限に抑えます。ゼロディスターバンス技術で、だからいや隣でもし人が寝てても立ち上がってトイレ行ったとか、それも分からんぐらいってことやろ。そっかそっかそっか。うん、だすごく衝撃が吸収されるんだね。だって、え、でも実際にマジで睡眠取れてないでしょ、あんまり気持ちよく。昨日は2時ぐらいに寝て、今日は10時ぐらいに起きた。取れてるね。割と。8時間寝ちゃってる系だね。8時間寝てるね。うん、寝ようって思ってすぐ寝れる？寝れない。ベッド入って。寝れない。でしょ？多分そこだよ、だから、うん、そこをもしかしたらこのコアラマットレスがりょうちゃんと相性良くて直してくれるかもしれないということで、うん、はい、僕の代わりに今日はいろいろチェックしてもらいます。とりあえずそっち行こうか。マットの方、一回。もうドーンって置いてあるね。これ。それ何サイズ？クイーン。クイーンサイズ。よいしょ。あ、柔らかいよ。どんな。これ硬さとかって選べんのかな？それとも統一して同じ硬さなのかな？いや、わからん。それ何？どっち系？めちゃめちゃ柔らかい系？それともちょっとファームというか、いや、硬い系？中に腰みたいなのを感じるけどね。あの、柔らかすぎたらさ、ベッドの底ついちゃうときあるやんか。はいはいはい。あれは全然感じひん。あれ俺もあんま好きじゃないんだよね。でも低反発すぎたらさ、うん、寝返り打たんくなってあかんって言うやん。あ、そうなの？弱小？うん。普通に気持ちいい。リビングこれ全部引いたらめっちゃ楽やろうなと思うけど。みんなどこでも寝れるやん。なんかすごい引きの絵がシュールでいいよ。これ？そうそうそう。うん、こんな感じですよ。何これ？続いてはこちらの VTR をご覧ください。カラクリ合成は一切ありません。早いわ。完璧。すごい。へえ、すごいね。すごくね。え、なんとこのコアラマットレスは横で人が飛び跳ねてもグラスから飲み物がこぼれないんです。だってすごいね。でも怖くない？あれもし万が一倒れたらさ、なんでああいう外国の人ってさワインでやるん？わかりやすいからでしょ。いや、わかりやすいけど。やってよ、やってよ、やってよ。ちょっと待って、グラスにね。これグラス抜いてるじゃん。見えてる？見えてる、見えてる。いくよ。溺れたらどうしよう、これ。はい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 。すげえ。俺が軽いんかな。ちゃんとちゃんとやってみて。すごい。いや、それはもちろん奥位置が近すぎたら絶対あれやと思うけど。あ、まあそうだね。奥位置はそう、まあそうだよね。でもここでこれやる分にはもう全然余裕やな。すごいね。なんなんこれ。こんな飛び跳ねてるの初めて見た。うん、ちょっと疲れた。
すごいね。なんかすごくシュールな飛び跳ねるおじさんを見る回。30ないよまだ。そうだね。すごいね。うん。りょうちゃんにあるゲームをに挑戦したとき、見事成功したらコアラマットレスを今日は差し上げますって。あ、マジで？もうもらいに行こう、これは。もらえるんやったらもらうわ。何すんの？ゲームの挑戦を用意しておきます。なんかね、今ね、ピンポンが鳴ったんだけどね、うん、すげえ見に来たくねえんだよ。タイミング早いよね、しかも。ちょっと待って。何よいしょめんどくさ。なるほどね。これ通れないよ、でもここ。コアラとマットレスの上で相撲で対決してもらいます。りょうくんが勝ったら、2人にコアラマットレスをプレゼントします。え、俺も？負けたら自腹をやって。おー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 、いいじゃん。じゃあ行こうか。負けたら自腹購入でお願いします。ほんまに、ほんまについておいで、顔横にして。そう。え、で、相撲取んの？これ負けたら自腹だって。オッケー。あきょーい、残った。いや、かわいそう。ちょっと待って、ちょっと。え？ね、え、何？女性が入ってんの？いや、うん、うん。いやもうこれさ、もうかわいそうやねんて。なんだ今の正解ないやね。どうやんのが正解やった。わかんない。もう一回だけスポーツとこ。ちゃんと取ろう。オッケー。あきよー、残った。残った。はい。な。やばいわ。なんだろうな、この気持ち。正解がわからない。いや、ほんまにわからへん。いや、俺、思いっきり投げ飛ばしたろうと思ってんけど、今。あ、なんか、あ、危ないって働いちゃう。面白いよ、うん、見てて。見てたら。そう。うん、そうなのかな。最後、もう一回撮ってみて、その。オッケー。かわされてた。あ、今日、残った。お前なんやねん、もうこれ限界やぞ。OK です。これマジもう限界やねん。 OK です。気が多分なんかコアちゃんも限界だよね。コアちゃん限界と思う。すごいあったかい。でもこんなこのイメージキャラクターこんな投げ飛ばしていいのかな。いやいや、イメージキャラクターの、え、リアルな。そうだよ。あ、普通に借りてきたそういう着ぐるみ業者じゃないの。あ、コアラマットレスのイメージキャラクターやって。そうよ、だから面白かったわけ。そうなんや。めっちゃコアラ投げ飛ばしてるってこういう。いやいや。そっかそっか。でもこれってさ、その協力してもらってこんなにオフィシャルキャラクター投げ飛ばしていいのかな。いや、いいんじゃん。だって相撲取ってるんだもん。喧嘩してるわけじゃないで。まあまあまあね。じゃあ相撲で決めようってよくなるやろ、日本人やったら。まあまあスポーツだからね。うん。いいのかな。これなんかりょうちゃんが負けるのを見越してきたんじゃないの。いや、わからん。でも俺もだってコアラちゃんに負けてる場合でもないと思うし、だってマットレスも欲しいやん、ジンも。お前にも届けたいし。まあまあ そうね、そうですね。で今計3回やったけど、3回とも勝てて、僕らはマットレスをゲットいたしました。マットレスゲットってこと？マットレスと、マットレスだけじゃないよ。質のいい睡眠もプレゼントされてる。まあそうですね。うん、これあの、コアラさん、これ、いいんですか？こんな感じで。いいの？これで大丈夫？あの、本当に？マルテしてる。あ、なんか、あんまマルテしたら手見える。でも、こんな投げ倒されてもいいんですか、コアラさん。コアラさん、投げ倒されてもいいのって。だって、投げ倒されても、倒されてる下がマットレスやから、痛くない。いや、そういうことやろ。もうそのゴールしかないぞ。そうですね。ずっとおんねんぞ、ここに。そうか。ごめんなさい。まあでも、実際マジで倒れなかったね、クラス。いや、倒れなかった。他のベッドだったら倒れるのかな。倒れるよ、普通に、ね、うん。すごいね。いや、マットレスありがとうございました。コアラマットレスさん、ありがとうございました。ありがとう。じゃあ、さよなら。バイバイ、コアラさん。Everybody, move your body.